速稼塾の久保でございます。ジャパンライフニュース出てましたね。ジャパンライフにつきましては、桜を見る会に呼ばれていて、安倍総理がね、ジャパンライフの会長、山口会長に、まあ、山口会長って言うとあれですけどね、招待状を送ったということが、こういう人をね、桜を見る会に、国家に功績があった人として呼んでいいんですかと、どんな功績なんですかってことを追及されて、桜を見る会に誰を呼んだか名簿がないんで分かりませんっていうね、一点でずっと突き抜けてましたけどね。でも名簿がないから分かりませんって言っても、 VTR でそのね、どんだけっていう人とかね、なんか石坂浩二さんとかね、それからなんですかね、トンネルズの太田さんですか、トンネルズじゃない、なんて言いましたっけね、爆笑問題の太田さんとか、もう画面がね、桜を見る会の絵が出た時に芸能人の顔が映ってるから、リストがなくてもあの人は招待したんだなって分かりますよね。でジャパンライフの会場も呼ばれてるのがもう文章で出ててね、よくあそこまで証拠が出てるのに白を切れるなと、やっぱり一国の総理ともなると、とぼけるのも一級品だなっていうことですよね。一級品どころかもう三流ですね、あのとぼけ方は。三流なんだけども、あれで通っちゃうんですね。でジャパンライフの話なんですけども、ジャパンライフの営業ね、私のところにも来たんですよ。ネックレスを下げて、このネックレスね、久保さんすごくいいのとか言ってね、言うわけなんですよね。で、まあ、その方はね、80歳のおばあちゃんが勧めに来たんですよ。何度かやり取りしたことがあったんですけども、まあちょこちょこっとね、アドバイスして儲けさせたんですね、その人。それから気に入ってくれて、恩返しにジャパンライフのこのネックレスを勧めたいんでとかね、磁気健康なんとかっていうのを勧めたいんでって来たんですけども、こんなバカなものにそんなお金払ったんですかってからね、そのおばあちゃんと、あとプレゼン専用のね、アップラインの方が2人で来たんですよ。で、大バカにした覚えがありますよね。大バカにしたのはなんでかっていうと、こんなものが単なるもう、まあ、いわゆるね、粗悪品なわけなんですよね。でこんなもんでね、その肩こりが治ったりすると信じるのはいいんですけども、あなたが信じてないでしょって形なんですよ。その方はね、整体に行ってるわけなんですよね。でネックレスをして楽になったって話は一個もしないんですよ。これがとってもいいのと、どういうふうに聞くんですかって言ったら、これね、肩こりが取れてねとか言って、それいつ頃から やられたんですか、昨日からとか、1日かみたいなね。でとにかくね、下手なんですよ。で、何が言いたいかっていうと、そのね、お客さんを掴もうと思ったら、それなりに、まあ、トークの技術がいるし、専門知識もいるし、その人の、まあ、まずね、出会ってからすぐ売り込むんじゃダメなんですよ。出会ってから、まあ、相手のことを聞いてあげてね、この回は僕ですけども、久保さんあれからどうしてるとか、久保さんだから新しいビジネス、こう、いろいろ知ってるでしょ、それなんか教えてくんないみたいなところから、私がね、一通り話していい気持ちになったところで、これはどう思うみたいな感じで持ってくればいいんですけども、いきなりね、すごいビジネスがあるのとか言ってね、なんかなと思いましたよね。下手だなと、売り込みから始まるというね、でしかも商品もクソボロいと。ジャパンライフ、いやー、すごくいい思い出だったな。これちなみに、これ半年間あなたがこのジャパンライフのビジネス続けてたら、その時は入ることを考えてもいいんで、その時にもう一回来てくれませんかって言ったら、2ヶ月目に辞めてましたね。ランニングコストがむちゃくちゃ高いらしいんですよ。で要するに、ジャパンライフの会員になって商品をもう売らなかったら、商品を売ってコミッションを得なかったら、自分のポジションの維持費がもう常に払えないようなね、そんな高い維持費だったというふうに感じましたけどね。だから基本的にネットワークビジネスってその悪くないんですけども、定期購入がなければの話なんですよ。で、入りもしないものを毎月買わないといけないところに、もうね、すでに求められてない商品ってことなんですよ、それは。で、求められてない商品を、自分が使ってない商品を人にセールスしたり会員登録させるのがどれだけ苦痛かってことなんですよね。だから少なくとも自分が製品のファンでなければなりませんし、その製品によって見えに見えるような、ね、利益を得てないといけないと思うんですよ。金銭的な利益じゃなくてもね、若返るとかね、疲れが癒されるとか、なんとなく気持ちがいいとか、なんかそういうのが全然ないんですよね。だからジャパンライフの、会長をはじめ幹部の方はとってもビジネスセンスの優れた方だったんですよね。でも残念ながら、一般会員の方はね、もう全然ダメですね。もう誰も集客できないし、誰からも信頼されてないと。で、自分の紹介で会員が増えればそれで終わりみたいなね。要するに自分が会員を持ったら、ネットワークビジネスだったらダウンラインを持つわけじゃないですか。ダウンラインに対して教育の責任があるんですよ、ビジネスの教育の責任が。で、それをしていないっていうところなんですよね。で、少なくとも私をダウンラインに迎えたいんだったら、私以上のビジネスセンスがないと私は参加できないですよね。それはアップラインに質問ができないわけですから。
で、まあね、ネットワーク数々あるんですけども、あのビジネスセンスのある人がネットワークビジネスの製品を持ってきたことは私はね全然ないですね。本当になんか適当というかね、飛びついただけみたいなところがありありとしてていかんなと思いましたね。まあ、ジャパンライフは完全アウトなんじゃないですか。ネットワークビジネスでも何でもないですからね、あれはね。あれがね、ビジネスっていう風な名前がついちゃうのは本当になんか、まあ、ビジネスなんでしょうね。でもね、最初の頃はまっとうなビジネスだったんでしょうね、きっと。組織が拡大していって、いろんな経費が払えなくなってくるから、だん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 押し売りになってくるのと、あとやっぱりね、ネットワークビジネスって組織が広がってくると、きちんとそのネットワークビジネスの趣旨を理解して、概要をねちゃんと把握して説明できるレベルで会社のこと、商品のことが分かっている人、そういうふうな会員っていうのはいなくなってくるんですよ。なんとなく誘われたから参加した人がなんとなく人を誘ってるんですよね。そこにはね、もうビジネスのかけらもないわけですよ。本当お下劣というかね、そういう人がね私にセールス来るわけですから、やってらんないですよね。でしかも別々の人が来たわけなんですよ。2人ぐらいの人が来て、で、こうお互いにね、あの人が久保さんのこと自分をすっ飛ばしていったとかね、これは最初に誰が登録させたかが勝負なんで、そんなことは関係ないとかね、まあいざこざしてましたね。ということでね、ジャパンライフは、まあ、私から見るとね、まあ、インチキなことをやってるなと思います。で、そのインチキなことをやってるジャパンライフ、逮捕されましたけども、こんなんね、逮捕しなくても即有罪でいいんじゃないかなと。河合克行と同じですよ。なんかそんなね、いちいち段取りを取って法的な手順を踏むことはないんですよ。もう即終身刑と。そんなことはできないでしょうけどね。ただね、やっぱりこう司法上の手続きがあるのをいいことに、のらりくらりと安倍総理の答弁もそうだったし、森友問題に対してのね答弁も、ご飯論法ですか、聞かれてもないことをだらだら答えて時間を潰すとかね、質問するのがうんざりするような作戦に持ち込んでいくと。もちろん安倍総理には功績もあるんですけどもね、さまざま。ただ桜を見る会とか森かけとかね、森友問題とかですか、ああいうのも台無しですね。以前、ANA コンチネンタルホテルね、昔の全日空ホテルですけども、あそこで桜を見る会の前夜祭をやった時も、なんかね、官邸の力でねじ伏せようとしたけども、もう外資系になっていて全然言うこと聞いてくれなかったみたいなね、でボロが出たみたいなそんなこともありまして、なかなか面白いなというところですよね。一人前の立派な政治家さんの言い訳はなかなか参考になるなというのが今日のオチになりました。はい、リメンバー。